はい、皆さんこんにちは、フラワーティスト主人です。今日はこちらのすごくこう変わったマムが手に入りました。この花びらの先ですね、これよく見てください。ものすごく可愛いじゃないですか。なのでぜひね、これでちょっと作ってみたいブーケができたんで作ってみたいと思います。ではね、早速見てみましょう。よいしょ。はい、では早速始めていきたいと思います。まずは狂蘭の葉っぱをこう1枚ずつに分けます。そして狂蘭の葉っぱを丸めてホチキスで留めて、こういうパーツを作っていきますね。はい、そしたら今度このドラセナのレッドも1枚ずつに分けていきます。今回はミニブーケなんで長く伸ばしとかないといいです。全部パーツで分けちゃいましょう。そしたらこのよれてる葉っぱは全てこのようにきれいにして準備をしておきます。でこれも、そうだな、3パーツぐらいですかね、こう丸めてホチキスで留めたものを作っておきます。はい、では早速作っていきます。手元アップでいきましょうか。はい、このような状態で前から見ていきますね。まずこう菊を持ちます。そしたらこの菊の下に丸めたこうドラセナをこう入れます。こうです、入れていきます。もう一枚入れていきます。はい、そしたらまた菊をここに乗せます。そうするとまあ菊と菊がそんなにこう全部べったりとこう普通だとこうくっついちゃうじゃないですか。それが、このドラスナークッションになってそんなにべったりはくっつかなくてこういう状態になりますね。はい、もう一本菊を入れますね。マムです、マムです。はい、こういう状態です。そしたらここでカーネーションを入れます。ここの色とこの色をこう何でしょうね、少しこうリンクさせる、リンクとかコラボさせるとちょっと不思議な色合いになるじゃないですか。それを狙っていきます。反対側にも入れます。その時はこう少し回してここの前に。まあ、こうオールラウンドになっていきますね。はい、いいですか。そしたら、先に切っとけばよかったんですけど、モンステラこの半面をカットします。このように半面をカットします。はい、こういう状態です。こういう状態になったらモンステラをここに入れます。もうこの半面をカットするはもう N フラワーの真骨頂です。そしたらここでアンスリウムを入れます。こういう状態ですね。はい、そうすると今底辺見るとここがこっち側は下がってるんですけど、こっちが上がってるの分かりますね。ここの下に、花が来ないと花束は、花というか葉っぱとか花が来ないと花束はグラグラになります。先ほど丸めた桔梗蘭をここに入れます。はい、もうこっち側は全部丸めた桔梗蘭を添えてしまいましょう。はい、こういう状態ですね。はい、そしたら、ドラセナ、丸めてない方のドラセナですね。これをモンステラの下に入れて9で伸ばします。
ゃあこれ今度はこのドラスナーを持って握り込みます。こうですね。でこれをドラスナーを持って握り込みます。はい、こちらで完成です。では結束をして正面から見てみましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。どうですか。ここの葉モンステラをねカットしたところとか、まあ、そのあたりがこう N フラワーっぽい感じですね。ちょっとそうするとシャープなイメージになりますよね。こうぼってりとしたラウンドではなくてシャープなイメージになります。こういうようなね葉物の使い方で随分と花束も見せ方を変えることができます。ぜひ皆さんもトライしてみてください。ではまた素敵な花束やアレンジメントを作っていきたいと思います。またお会いしましょう。 See you next time!